ブンブン、ハロー YouTube、 どうもそれです。今回は噂されていた通り新型の AirPods Pro が発表されましたのでご紹介したいと思います。今画面に表示するのが Apple の AirPods Pro 公式ページとなります。こちらに掲載されているのが今回発表された新しい AirPods AirPods Pro となります。国内での発売日についても発表されており10月30日発売となっています。これまでの AirPods の大きな違いとしては、まず外観が大きく変わりました。これまでうどんと呼ばれていたこの柄の長い部分は改善され、このような短いタイプになっています。価格については税別価格で 27,800 円ということですので、やはり1万円近く現行の AirPods から価格はアップしています。ただ、その反面、機能も大幅にアップしています。まず、何といっても最大の特徴は、ノイズキャンセリングに対応したというところです。ノイズキャンセリングというと、ソニーのイヤホンなのでおなじみですが、周りのノイズを除去して、聴いている音楽などをクリアに聞くことができるというシステムです。例えば、車道の横を歩いている際、車のノイズをキャンセリングして、音量を上げることなく音楽などを聞くことができます。そのため、これまでうるさい場所で音楽を聴いたりする場合は、音を上げなければならず、場合によっては難聴の原因にもなってしまうということで問題になっていましたが、今回、ノイズキャンセリングに対応したことによって、そういった心配もなくなります。このノイズキャンセリングの主な仕組みとしては、外側にマイクを搭載しており、そのマイクから取った音を内部で処理してキャンセリングするという機能になっています。そのため、ノイズキャンセリングイヤホンの中でも、割と精度の高いモデルになっています。デザインも一新され、やはりうどんのようなデザインではなくなりましたので、個人的にはこの新型モデルのデザインの方がおすすめです。また、これまで AirPods の欠点と言われていた、イヤーピースの部分が自分の耳に合わないということも、今回のモデルで改善されています。シリコン製のイヤーピースが、ラージ、ミディアム、スモールの3つのものが用意されており、どの方でも耳にフィットするようになっています。対応しているノイズキャンセリングはアクティブノイズキャンセリングとなっており、こちらは先ほどご紹介した通り、外部から取り込んだ音をその場で処理してノイズをキャンセリングするという仕組みです。Apple の公式ページには、アクティブノイズキャンセリングを持つただ一つのインイヤーヘッドホンとなっていますが、実はこの仕組みのイヤホンはソニーからも発売されていますので、必ずしもこれだけしかアクティブノイズキャンセリングに対応したイヤホンがないというわけではありません。価格も3万円近くしますので、もし今ソニーのノイズキャンセリングイヤホンをお使いの方は、わざわざ買い替える必要はないかと思います。なお、ノイズキャンセリングの一つの欠点としては、自分と会話している相手の声までもキャンセルしてしまい、声が聞き取りづらいということもあります。この AirPods Pro の場合は、外部の音声を取り込むモードで切り替えることができるようになっており、この軸の部分を掴むことによって、一旦ノイズキャンセリングを停止して外部の音を聞くことができるようになります。やはり欠点としては価格かと思いますが、ノイズキャンセリングという機能がついたことによって耳への負担も少なくなり、これまで以上に快適に使える製品になっているかと思いますので、車道の横や電車の中などうるさい場所で音楽を聞くことが多い方は、十分その分のお金を払う価値はあるかと思います。国内での発売日は先ほどもご紹介しており、10月30日を予定しています。価格は約3万円ということで、かなり高い買い物にはなってしまいますが、なくさない限りは、そう頻繁に故障する製品でもありませんので、一度購入したら長く使えるのではないかと思います。ということで、今回は、噂されていた通り、Apple の新型 AirPods、AirPods Pro が発売されましたのでご紹介しました。なお、この動画の概要欄には、AirPods Pro 販売ページのリンクを貼っておきます。最新の在庫状況など気になる方は、そっちの方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。